身が引き締まる寒さだな。ウィンターワンダーランドって感じよね。風邪ひくぞ。パラミティアルール、なんとかと妖精は風邪をひかない。冷たくしても平気なわけだ。で、俺はこの山で何を。寒さに耐えて山ごもりか。そろそろ教えてあげよっかね。んじゃ発表します。今回のテーマは、じゃん、雪と氷のファンタジー、銀世界の癒しリゾートで、とどろけバトル&ラブでーす。寒いな。リゾートだの、ラブだの、何がなんだか。行けばわかるよ。この小石峠を越えて、すぐのところだから。小石峠？冬の魔法で結ばれた恋人たちが、手を取り合って帰った道だから、小石峠って言うんだよ。名前の由来はどうでもいいが、道はどこなんだ？完全に埋まってるね。よし、雪かき頑張って。そこまで苦労するなら帰るぞ。待ってよ。それなら近くを歩き回って別の道を探してみない？ほら、君が徘徊してる間に雪が溶けるかもしれないし。春までさまようのかよ。おとなしくしろ。はあ、潰す。何発食らうか数えてろ。何度やっても同じだ。